はい、どうもこんにちは、こんばんは、お疲れ様です。ポジメンの話題ニュース速報、9月19日夜の部でございます。本日はですね、フランスのパリを本拠地と置く高級ファッションブランドメーカールイ・ヴィトン様が、なんと日本の伝統市松柄を商標登録してしまったそうなんですね。そう、それに対して日本人がキレてるっていうことで、今回はそれをね、記事にさせていただこうかなと思います。ということでね、はい、こちらね、これがね、今日本国内でめちゃくちゃ大きな波紋を呼んでいる問題でございます。この問題、ネットで話題となった、ゆっくり茶番劇の、商標登録問題とも似た構図が浮かび上がっており、再び、日本の文化と商標権のあり方が問われている問題となっております。はい、そして、市松柄とは、皆さんは市松柄ってご存知でしょうか。有名なところで言いますと、最近のアニメで言うと鬼滅の刃というアニメの主人公竈門炭治郎くんがですね、身につけている羽織、この柄が市松柄と呼ばれるもので、決してこの緑と黒の組み合わせっていうだけではなくて、いろんな正方形のこが交互に配置されてて、で2色使うみたいな、これが大体なんか市松柄って呼ばれてるみたいですね。そうで、この市松柄っていうのが、江戸時代から受け継がれてきた、日本の伝統的な模様だということです。はいね、正方形が交互に並んだこのシンプルなデザインは着物や建築、さらには、近年の東京の2020年オリンピックのエンブレムにも、このように採用されてまして、広く日本人には愛されている、柄となっています。しかしこの模様を高級ファッションブランドメーカールイ・ヴィトンが商標として独占しようとしているんです。というのも、なんとですね、ルイ・ヴィトンの一番有名ともいえる高級バッグの柄がなんと市松柄なんですね。この通りでございます。これに関してはルイ・ヴィトンの画像じゃなくてフリー素材の画像なんですけど、だいたいこんな感じじゃないでしょうかね。はい、そうで、この模様を、ルイ・ヴィトンの正式なものとして登録して、で今後日本人が市松柄を使う際にはなんかその特許侵害で訴えてやろうと考えているみたいでございます。はい、そうで、この問題の背景としてあるのは、ルイ・ヴィトンはこの市松柄に類似したデザインを、自社製品に取り入れ、商標登録を行うことで他社による利用を制限しようとしました。はい、しかしこれに対して日本国内では文化的盗用じゃないかという批判が噴出してるそうで、いかんせん江戸時代からあるね、日本の文化のようなものなのでね。はい、そう、市松柄は日本の伝統的な財産であり、特定の企業が独占すべきではないという声が上がっていますと。この声が上がる一方でね、少し2、3年前ほどに話題になったゆっくり茶番劇商標登録問題との共通点がねございましてね、はい、ここで、多くの人が思い出すのがこのゆっくり茶番劇の商標登録問題でございます。そう、ゆっくり茶番劇っていうのはゆっくり喋ってくれるんですよね。自分が喋りたい文章を歌したら、AI ではないんですけど、ゆっくりちゃんがね、いろんな子がいるんですけど、ゆっくり喋ってくれるんですよ。最近ですと、ずんだもんとかが有名ですよね。そう、そのね、日本の、ネット文化に根付いたゆっくり茶番劇を、ある YouTuber こと、ゆずはしが、勝手に商標登録し、今後ゆっくり茶番劇を、YouTube なり、他の動画サイトなりで使う際は、俺に10万円払えと、ゆずはしに10万円払えっていう風に、声明を発表したことによって、ファンコミュニティであったり、そもそものゆっくり茶番劇がね、東宝プロジェクトのキャラクターの二次創作みたいなもので、東宝プロジェクトの、権利を持っている人たちとかが、切れたといった問題ですね。
はい、この事件はすごく、まあ、記憶に新しいんですけど、はい、まあ、このゆっくり茶番劇の問題も今回のルイ・ヴィトンの市松柄独占問題もね、長く共有されてきた文化やデザインが突然商標登録されることで生じた反発というね共通点を持っております。はい、でこれ実はですね、法的な観点としては、市松柄のような一般的な模様やパターンは、まあ商標として認められにくいっていう風に出てるんですよ。はい、まあ、なんでかっていうと、まあそもそもですね、四角を交互に並べて、で2色しか使ってないので、まあ誰でも真似できると。はい、市松柄が日本の伝統文化に、まあ、深く根ざしているっていうのもあって、まあ正直、まあ、商標登録に対しては厳しい目が向けられているのかなと思います。はい、まあ、ゆっくり茶番劇とも一緒ですよね。うん、そう、日本国内の反応としては、日本国内ではルイ・ヴィトンに対する反発が高まっていますと。SNS では市松柄を守れといった声が広がり、市松柄の商標登録に対する異議申し立てが検討されていますと。文化の尊重と商標権のバランスが問われる中、今後の展開に注目が集まっていますといったイメージでございます。結論、今回のルイ・ヴィトンの商標登録問題は単なるデザインの保護を超え、文化と商標権の在り方についての重要な議論を呼び起こしています。多くの人が共有してきた文化的な財産をどのように守り、また企業の権利とどう調整していくべきなのか、市松柄とゆっくり茶番劇、2つの事件が私たちになりかけている問題は深いものですということですね。はい、でまあ、これに対して、まあ、世間の声がね2つあったので、まあ、ご紹介します。まあ、先ほど私が言ったように、2色の正方形が、交互に並んでいるデザインなんて被って当然で、まあ、商標登録するまでもないといった声がありました。そしてもう一つは、これはまあフランスを皮肉ってるものなんですけども、青白赤の3色を使った旗を、日本で商標登録して、フランスを詰めてやろうっていう声もありましたね。はい、まあいかんせんですね、うん、まあこれはデザインが簡単かどうかっていう問題というよりかは、その日本から古くある文化を勝手に、フランスが独り占めしていいものかっていう、そういう問題みたいですね。はい、まあ難しいところもありますけど、でもまあ商標登録ってやっぱこう先にしてしまえば勝ちみたいなところもありますけど、まあ、今回のこの顛末と言いますと、まあ、フランスがそれを商標登録して、まあ、日本を訴えるってことに関して、日本がその、ね、商標取り下げした、認めなかったってことで、まあ、ここはね、今後も日本で市松柄っていうのを、まあ、使えるんですけど、まあ、なかなかね、あくどいことを考えますよねと思います。はい、でやっぱ結構ね、まあ、私自身ハイブランドとか全然興味なくて全く買わないんですけど、まあ、その中でもルイ・ヴィトンはなかなかこういいデザインのものを作ってるなって思ってたんですけど、まあ、今回の件で、もう本当にルイ・ヴィトンが興味なくなりましたということで、僕はもう今後ハイブランドには興味を示しません。はい、まあね、今回はルイ・ヴィトンさんだけがね、まあ、そういうね、ね、せこい真似をしてきたんですよ。天下のハイブランドですよ。はい、世界でもかなりの売り上げを誇る本当有数のブランドさんがですね、こんなせこい真似をするなんてね、やっぱまあ、オリンピックね、パリオリンピックと同じね、まあ、フランスってことで、まあ、パリオリンピックの選手村もすごいひどかったっていう話がありますよね。でそもそもまあフランス人がですね、アジア人全体を見下すような民族で、結構そのパリオリンピックに行った日本人選手が、まあ、フランス人に対して、まあ、ひどい差別を受けたとか、まあ、怖いことをされそうになったとか、まあ、そういう話とかも聞くのでね、まあ、これを機にもうフランスとは関わらなくていいんじゃねって思いますね。はい、すいません、結構過激なこと言ってます。はい、まあ何でしょうね、まあ、日本にも高級なねご飯として、まあ、フランス料理とかねありますけどね、まあ、フランス料理とか食わないんで、ね、もういいんじゃないって、もう日本からルイ・ヴィトンもフランス料理もオリンピックも追い出せよって思いますけどね。はい、すいません、またこれ叩かれそうな気がするんですけど、これ個人の感想でございます。はい、そういうことで、まあ、日本には和食があればいいと思いました。はい、皆さんのご意見はお待ちしております。
ありがとうございました。